おはようございます。大輝です。今日は地球が天国になる話という一冊ご紹介させていただきます。こちら、実業家、そして著作家として有名な斎藤ひとりさんのご著書なんですけれども、斎藤ひとりさんは実業家として事業で大きな成功をまず収めて、その後で精神的な豊かさと物質的な豊かさを両立させるための方法を わかりやすくたくさんの著作で教えてくださっている先生なんですけれども、この地球が天国になる話という書籍は一体どんな内容かというと、人はなぜ劣等感というものを持ってしまうのか、またその劣等感が私たちの人生にどのように影響を与え続けるのか、そしてその劣等感を 克服しようとするならば、どのように対処していけばいいのかといったところをもうこれでもかというぐらいわかりやすく教えてくださっている一冊なんですね。で、先日こちらのチャンネルで日本エドガー・ケイシーセンター会長の三田茂先生のインタビュー動画 をお届けさせていただいたんですが、そちらのテーマもですね、この劣等感の克服というものでした。そちらでは、聖書の中のね、ヨハネの目視録というものが、私たちの霊的成長を助けてくれる物語として読み解くことができるよということで、その霊的成長を志していったときに、必ず 私たちちののののの目の前に立ちはだかるのがこの劣等感というものなんだそしてこの劣等感というものは非常に手強いんだよということでそれらをねどのように克服していけばいいのかとかっていったところもヨハネの目視録から学ぶことができるんだよとかっていうことをですね教えていただいたんですけれどもそのことをですねこの書籍では 現代的にに非常にわかりやすくくね、教えててださってるまあその聖書とはねまた別の角度からなんですけどまさにねこの実業家として現実社会でこの精神的なお話をいろんな方面で活用してさらにそれを伝え続けてくださった斎藤ひとりさんだからこそここまで分かりやすくですね教えてくだされるんじゃないかなと。 思うすごい書籍だなというふうにねえ感じておりますので是非ね今回一緒に劣等感というものをね学んでみていただければなと思います興味のある方はね先日の三田先生の動画も併せてご覧いただけますとより深くご理解いただけるんじゃないかなというところですねはいではまずですね人は何度も何度も生まれ変わるんだよということがこのお話の大前提になっておりますので その、まあ、ある意味、輪廻というものですよね。これに関して、斎藤ひとりさんのお考え、ご紹介させていただくと、なんで何度も何度も生まれ変わるのかというと、私たちの正体である魂を成長させるためなんだっていうことなんですね。だから、その時に一番修行になる環境を自分で選んで生まれてくるんだよ。 っていうことなんですよ。で、全体的にね、魂を磨けるように、一方向だけずっと磨いていってね、ぺこってへこまないようにね、ちゃんとあらゆる方向を磨けるように、ある人生では、例えば忍耐を学んだとしたら、次の人生ではね、今度は情熱というものを学ぼうとかっていうふうにね、それに見合った環境にこう生まれてくる、まだね、削れてない部分をちょっとずつ人間関係の中で くくしていく怒りっぽい部分をなくしていこうとかねそういうために何度も何度もこう生まれてくるんだよということですねでその時にぴったりの場所ですからまず親は選んで生まれてくるそしてその後仕事にはですね人間というのは呼ばれるんだよというふうに教えてくださってるんですけれどもだからその親とか長い時間一緒に過ごす 友人、またね、その仕事の関係の人たちっていうのは、近しい関係の人たちっていうのは、何度も何度もですね、生まれ変わりながら、お互いにですね、学び合い子をしてるんだっていうことなんですよね。今回は私はこういう役をやって、あなたにこういうね、学びを与える。だから逆にこういう学びをくださいね、とか。で、代わり番子やってるから、 役を変えてね芝居をしてるようなものなんだよ。だから近い人っていうのは近い魂っていうのはずっとね一緒に何回も生まれ変わりながら成長していくんだよということなんですよね。で、まあこれが大前提の考えになってで、その魂の修行というものをしていく上にあたって最大の修行、この肉体を持ってね 地球に生きている間魂を磨いていくという時に最大の修行になってるのがこの劣等感の克服なんだよと教えてくださってるんですよ。でなぜかというとこの劣等感というのはですね自分がこれを持ってるというのにも気づかずに過ごしてしまうことが多いしまた人に対して自分が劣等感 劣等感を与えてるということにも気づきづらいものなんだよ。だから、与えてる人も、与えられた人も、そのまま与えられてずっと持ち続けてる人も、この劣等感という存在にすら気づかずに、お互いにね、与え合いっこしたりとかしてしまってることが多いっていうことなんですよ。これはですね、 先ほど話した三田先生のその目視力のところと非常に似通ってますよね。霊的な成長していこうとかってした時に克服できてない部分がね、抵抗してくるんだ。怒りっぽい人には怒りっぽくなるような出来事がね、また出てきたりとかって、その時に裏で糸を引いてることが多いのが見えづらいんだけど、この劣等感なんだよとかっていうことなんですよね。で、ま、あそのね、劣等感。 じゃあなんで私たちは持ってしまうのかというところから見ていきたいんですけれども多くの場合ですねいつこの劣等感を持ってしまうかというと私たちは子供時代だっていうことなんですよ純粋な子供時代に誰に与えられるかというと多くの場合は親だよとで未熟な親に 与えられるんだ。で、ここではね、親と表現しますけど、もちろん、周りの大人、自分に影響を与える大人、全般だと捉えて、自分の人生にね、置き換えてイメージしてみるといいかなと思うんですけど、例えば、学校の先生であったり、ね、おじいちゃんおばあちゃんだってそうですよね、親が忙しくてね、えー、おじいちゃんおばあちゃん面倒見てくれたとかっていうのもそうだし、それから、部活のコーチとか、 監督とかね。まあそういうのでも、あの影響を自分に与えたなと思うのであれば、そういう人たちも思い浮かべてみてもいいかなと思うんですけど、ただやっぱり一番大きいのは、一番長い時間、一番近い場所にいる親だよということ。まあ育ててくれた人ですね。で、この親が、大人が劣等感を持っていると、その劣等感を持っている。 同感を。満たそうとして、子供に劣等感を与えてしまうような行動言動をしてしまうんだっていうことなんですよ。で、この親はまたその親とかね。影響を受けた大人に子供の頃に劣等感を植え付けられてるで、そのまた親はそのまた親に代々こうやってね。続いてきてるんだっていうことなんですね。 で、そうやって何かしらの劣等感を与えられた大人っていうのは、世間や身内、自分の大事な人とかね、に受け入れられてない。つまり、愛されてないよねっていうような、まあ、愛の欠乏感をね、常に感じている。だから、自分はいつも不当に扱われてるんだという気持ちがどこかにあって、これが抜けないんだよと。 だから、いつも何か自分はね、誰かと比べて損してるんじゃないかとか、それに対して悔しいという思いがどこかにあって。で、そういう人は、それがね、すごく大きな人は、特にいつもね、不平不満を言っていたり、自分以外の誰かが悪いっていうようなね、自分がこういう状況にあるのは誰かが悪いんだというふうに、 言葉にしてしまったりする場合があるんだよと。で、こういう大人が、その劣等感をごまかそうとして、それを埋めようとして、子供に、そういう言動や行動を与えてしまうことがある。とさっき言ったんですけど、どういう形で出るのかというと、まあ、大きく分けるとね、 わかりやすいのは二つだよっていうことですね。一つは、異常にですね、子供に注意をする。大したことがないこと。箸のね、あの、上げ下げから字の書き方まで。そんなんじゃダメじゃないか。ね。それですごくね、困るようなことってほとんどないはずなんですね。だけど、そのことに対して異常に注意がする。ね。それは自分の中の劣等感をこう うさばらししようとしてね。まあ、ある意味八つ当たりしてるんだ。自分がやられてきたから、今度は自分より立場の弱い子供にそれを出していくということですね。で、それからもう一つが、大人の親の偉大さというか偉さみたいなものを見せつけてやろうというですね。そういう風に出ることがあるんだっていうことなんですよね。あなたのためにお父さんは、 お母さんは頑張ってるのよ。あなたたちのために監督は頑張ってるんだぞ。とかね。何でもいいんだけど、そういうふうにね、とにかく自分はあなたのために頑張ってるよということで、だからあなたも頑張りなさい。って出してくる。で、それでわかりやすい例としてね、挙げてくださってるのが、例えば子供が習い事をやりたい。で、これはね、いろんなものに興味出ますから、やりたいって言いますよね。 でもちょっと違ったなと思ったら、子供って辞めたい。もう出ますよね。で、その時に、なんで辞めちゃうの最後までやってほしいのよ。ね。あなたのために頑張ってるんだから。ね。お父さんも頑張ってるとこを見せるから。あなたも頑張って。でも、子供はこれもう辞めたいって言ってるんですよね。で、最後ってどこですかここまで行ったらやめていいよ。とかね。 何月まで行ったらやめていいよっていうそのゴールも示さずに最後まで最後までそのためにお父さん頑張るお父さんの頑張ってる姿を見せるぞとかってねやってるこれもうほとんどいじめに近いよねっていうことなんですよねででもこれは言ってる本人はあなたのためにって思ってるこのさっきのね異常に注意するのも頑張れって異常に励ますのも で、親の偉さみたいなのを見せつけるのも、これ、あなたのためだというふうな偽りにね、こう包んで出してくるんだっていうことなんですよ。で、こういうことをされると、子供はね、そういうふうに生きなきゃいけないんだっていうふうに思ってしまう。で、本来そのまんまで完璧だった。 はずなのに自分は周りの大人が望むような自分にならなければ愛されないんだというふうに劣等感を負ってしまう愛の欠乏感を持ってしまうっていうことなんですよねだからこの与えた親周りの大人っていうのは自分はそうやってやられて凹んでるから で同じことを今度子供にやってしまうで子供も今度へこんでしまうよということですねでまたですね期待してしまうというのも同じようにね劣等感を与えてしまうんだよもっともっとね頑張ってほしいんだもっともっとこうなってほしいんだとかっていう風うに期待してその望んだ結果が子供にね出なかった場合に 落胆してしまう。で、それがね、言葉でね、あからさまに落胆しなくても、表情とか態度でがっかりしたようなね、えー、そういう態度を取られると、子供っていうのは敏感だから、いくら言葉で大丈夫大丈夫とかっていうふうに取り繕われても、それで傷ついちゃうんだっていうことなんですよね。で、その、また、 次頑張ればいいよとかというふうに期待されて、で、その期待に応えられなくてとかっていうのがあると、どん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 また凹んでいってしまう。そうやって、いろんな劣等感をね、持ってしまう。あるいは劣等感がどん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 深くなってしまうっていうことなんですよね。で、本来ね、その無条件の愛を受けるべき存在である命、子供っていうのが、 条件付きの愛じゃなければ受けられないんだこの世界はというふうに感じてしまうそれが劣等感につながっていくんだでこうじゃなければ私は愛されないんだというね思いができてしまうでそうなってくるとどうなるかというと例えばねちょっとこう外交的なとかそれを外にねこうパーッと出せるような 人であればまあ、それをね、うん、反抗するとかね、うん、それからそれをバネにしてねこう頑張るとかそういう方向に出ることがあるでこれもなんかそれで頑張るって言うとすごくいいような感じがするんだけどちょっとね、えー、大変なところになってしまうよっていうところもあるんでこれ後で話しますけどその外に出せない大人しいタイプの子供はどうなるかっていうと特にですねうん 人の役に立ちたいんだとか、世の中の役に立ちたいんだとかっていう風なことを思いやすいとか、言い出しやすくなるよっていうことなんですよね。例えば、ボランティアをしたいとかね。で、これボランティアをしちゃいけないとかじゃないんだけど、それが、動機がね、劣等感である場合が多いんだっていうことなんですよ。で、なぜなら、自分は誰かの役に立たないと。 立派にならなならいいいとと愛されないんだという劣等感があるとそういうことがしたいいななっていう風になっててうにくるだけど本当にそれをやりたくてやってるんじゃなくて劣等感を埋めようと思って愛されたいと思ってやるから全然楽しそうじゃない本人は。で全然楽しくなくてむしろ苦しくなっちゃうとかっていうこともあるんだよっていうことなんですね。 で、何度も言いますけど、誤解のないように、これ、ボランティアとかそういうのがダメだっていうわけじゃなくて、動機がね、そういう風な劣等感の場合は、そうなることもあるよと。で、さっき言った、じゃあ、外に出す人、なんですかっていうと、それをね、バネにして頑張る。で、これね、旗から見てると、すごい才能を発揮してるよねとかね、なんか成功したよねって見えるところまで行くことはある。だけれども、 やってる本人は、ものすごい満足感とか、幸せ感とかっていうのを感じることっていうのは少ないんだっていうことなんですよね。で、結局、楽しくない。なぜなら、ある程度まで自分が何かを成し遂げれば、愛されるだろうという気持ちでやってるから、自分自身が自分をね、好きで、 で、本当に自分の好きなことでやってるっていうわけじゃない場合が多いからだよっていうことなんですね。で、どっちにしろやってることがね、おとなしい子だろうが、外に向く子だろうが、楽しくないことをやってる。で、ある程度まで行くと今度何が起きるかっていうと、やってない人を非難したりしだすんだよ。 もうこれは立派に自分の中の劣等感ができちゃってある程度までいっても満たされなくなってくるから今度人を非難してで自分の自己重要感とかっていうものをまあ劣等感をねこう満たそうとするだけどこれはね満たせないからずっとね不幸せな感じが続いていくよっていうことでもあるんですけれどもどういうことかというと例えば私は一生懸命人のために社会のためにやってるのになんで多くの人はやらないんだろう とかねいや楽しくて自分がやってるんだったらそんなことが出るはずがないんですよね。で、それから何かでね、一生懸命やってね、悔しさをバネに成功したとかね、なった時に、なんだか物足りなさをずっと感じてると、自分はそういうね、恵まれない環境にいて、これだけ一生懸命やってきた。でもだらしない。みんなね、やりやできるのになんでやんねえんだとかっていう話になってくる。そんなこと言う必要ないよねっていうところ。 もあるんだけどなぜかそれをやってしまうこれは自分が満たされてないからそれを、まあ、他の人から奪おうと思ってやってしまうっていうことだってあるでもこれもね一概にそうとは言えなくて本当にね心の底から自分の経験を生かして人のために伝えたいとかっていう思いでそういう話をする人だっている、ね、社会を変えたいとかっていう思いでやいう人もいるでこれはもう自分自身にしかねわからない部分なので。 この話でね、人をこうやって判断しましょうとかっていうのではなくてね、自分がやってることが今、劣等感が動機にあるのか、そうじゃなくて、愛を持ってね、そうやって世間に訴えかけてるのかとかっていうところをね、考えていくための、まあ一つの目安にしていただければいいかなと思うんですけど、で、この未熟な親、大人が子供にね、どのように劣等感を与えるかっていうと、それはね、さっきも言ったように、 愛だよと偽った愛という名の暴力。まあこれはね、愛ではなくて本当は恐れだっていうことなんですけれどもね。だから自分もこうだったからあなたもこうなりなさいよというね、まあある意味恐れの連鎖ですよね。それをそのまま伝えてしまう。で、それはね、愛という名前で偽ってると子供はもうノーガードで食らっちゃうんですよ。だって あなたのために、あなたを愛してるからこうやって言うのよとかって言われると、自分が信頼してる大人がね、あ、自分を愛してくれてるからこんなこと言うんだなって思うと、もうガードできないじゃないですか。パッと受け入れるでしょそれそのままドーンってくるじゃないですか。そしたらそのままへこんじゃうよね。そんだけギューって押し、ね、押されたらぐーって苦しくなっちゃうよね。で、その息苦しくなってへこんで、ね、傷ついて、結果、 無気力になって例えばね精神的に落ち込んじゃったりとかそういうことにだってなりえるんだよということで絶対にこの劣等感というものを人に与えてはいけないんだということがその特にですね大人と大人同士もそうなんだけど特に子供と携わることの多い大人っていうのは意識していかなきゃいけないんだっていうところなんですよね。で じゃあその劣等感を与えられてねそのまま、えー、それが治らないまま大人になった場合どうなるかっていうと社会に出て今度それを埋めようとし始めるでまず分かりやすいのは攻撃的になる自分より弱い立場の人を見つけて職場とかね、まあ、大学とかねどっかサークルとかでも、うん、その人をいじめていじわるしたりとかしてうさばらしをする。 要は人からエネルギー奪おうとするんですよね。だけどそれでは結局満たされないっていうことですね。要は自分が愛されてない。ね。こうじゃなきゃ愛されないんだとかっていう、要は無条件の愛を受けられなかった。で、それを信じられない。何か条件がなければ愛されないんだ。で、愛の欠乏感が劣等感になって、で、これを解消しようとして、これを埋めようとして、人をいじめたらどうなりますか いじめられたからといって、あなたいじめてくれてありがとうございます。もうあなたに一生ついていきます。愛してます。なんていう人はいないですよね。むしろ恨まれたり。で、余計に自分がね、虚しい気持ちになってしまう。だから、どこまで行ってもね、この劣等感点は埋められないよね。と。この攻撃では。で、えー、それから逆にですね、あの人みたいになったら、まあ成功したらとか、何かを手に入れたら、自分は、 あの人みたいいに愛されるんじゃないか。周りですごいねこう愛されてる人とかを見つけるとその人に憧れて一生懸命そうなろうとする同じになろうとするだけどその人は何で愛されてるかっていうと自分でも自分のことをちゃんと好きでいるし愛してるしで周りの人にそうやって愛を出すから愛されるわけであってその人のステータスがどうこうで 愛されてるわけではないです。劣等感なく生きてるからみんなに好かれるとかっていう部分があるんだけど、それを分からずにね、その人と同じものを手に入れればいいんだっていうので一生懸命頑張る。で、だけど結局自分のことはあんまり好きじゃないまま頑張ってそこまで行くから、周りの人にどうやって愛を出せばいいかとかっていうのをわからない。で、結局愛が満たされない。で、うまくいかない。 で、どうなるかというと、自分がね、ある程度まで、その、立場、社会的地位とかがいったら、今度、さっきのいじめる人と同じで、弱い立場の人で、今度、うさばらしをしだしたりするんだよ、というところなんですね。で、社会に出てくと、自分のね、その劣等感とかっていうのに気づくのも大事なんだけど、周りの人のね、劣等感に巻き込まれないとかっていうことも大事になってくるので、そこもですね、ちょっとお話しさせていただくと、 多くの場合ね、まあ2種類で出てくることがある。ね、えー。その性格によってね、人からこうエネルギー奪おうとかっていうね、その劣等感の出し方が2つあるよと。で、それは外交的な場合は特にね、大きな声で怒鳴るとかね、あからさまにね、怒りを出すとか、意地悪するとかっていうことですね。で、えー、もう1つが、 憐れみ型。これはね、内向的なタイプにあるんだっていうことなんですけど、怒鳴ったりはしないけど、ネチネチ、ネチネチ、ずっとね、一回言えば済むことを長いこと言うとかね。それから、私は頑張ってるんだけど、とかっていうふうに犠牲者だと装ってエネルギーを奪おうとしてくる。今で言うね、なんかよくエネルギーバンパイアとかって言われますけど、そういう感じでね、どちらにせよエネルギーを奪おうとする。 愛が欠乏してますからね。で、こういう人がいた場合に、本当はね、劣等感が自分にない人だったら、すっと避けてね、うまい具合に距離を取ることができるんだっていうことなんですよ。だけど、自分も劣等感を持ってると、その劣等感を持ってるね、怒鳴る人とかね、ネチネチ言う人が、もし自分より立場的に上の人だったら、その人に 気に入られようとかっていう風にしてしまうんだっていうことなんですよねでその人に気に入られようと思うとその人もね要はぽっかり穴が開いてるわけですねで、自分もぽっかり穴が開いちゃってるわけですよねでお互いこうやってくっついたところでまあ、ドーナツみたいな状態になってね空洞なんですよだから空っぽの人間関係になるしでさらにねこっちの人に合わせていこうと思ったらもっともっと自分が削れていっちゃうでそうなってくると今度どうなるかっていうと自分が 今度自分より弱い人から奪わなきゃいけない。この連鎖がずっと社会の中で続いてるんだっていうことなんですよ。だからどっかでやめなきゃいけない。気づいた自分がやめていこうよっていうことなんですよね。で、じゃあそういう人と出会ったらどうしたらいいんですかっていうと、見抜けばいいんだって教えてくださるんですね。で、見抜けますよね。まあ、怒鳴るか、哀れみタイプか、ね、犠牲者タイプか。 でで見抜いてで中にねどっちも持ってもうど大きな声でずっとねちねち言う人とかもいるんだっていうのはこれはもう見,見る限りも劣等感の塊だっていうことなんですけど、うん、そういう人と出会ったらね、まあ、上手に距離を取るっていうことはそうなんですけど、うん、例えば上司とかねそういう人だったらなかなかね「あなた劣等感持ってますよね」って何をそんなに恐れてるんですかとかって言えないですよね。言えないないいいららどううしたらいいかっていうと 早くこの人が劣等感からこの恐れから解放されますようにとかっていうふうに祈ること。これを続けてててごらんんって教えてくださるんですよで。これはねとにかく、まあ、やってみないとね自分で効果っていうのはわからないと思うので、まあ、やってみるといいのかなと思うんですけど他に、まあ、この祈りの効果っていうのはもちろんねあ,のあると僕自身もね思ってるのですごくあのいい手かなというふうにね感じます。 でえっとか何がね何を怒ってるかとかっていうのはわかんないですけど怒ってる怒りっていうのはそのある意味恐れの裏返しですからこの人が怒らなくなりますようにっていうよりはその恐れがね早くなくなりますようにとかっていうふうにそのね劣等感から解放されますようにっていう祈りはものすごくねシンプルでストレートに届くんじゃないかなというふうにね勝手に思ってます。で えそんな風にね社会に出ていくと、まあ、うまくいくこといかないこと人間関係だろうが仕事だろうがいろんなことあるんだけどうまくいってない場合そのほとんどの原因にこの劣等感恐れというものがありますよっていうことなんですよね。だから自分がすごく幸せなら別にいいんだけどそうじゃない場合ね何かどこかね引っかかる自分が不幸せ感をずっと感じてる。 欠乏感を感じてるっていうんであれば、どこかに自分は劣等感がないだろうか。言い換えるなら、恐れを持ってないだろうか。言い換えるなら、自分は満たされてない思い、愛されてないなとかっていうのがないだろうか。こうじゃなきゃ愛されないとかっていう気持ちを持ってないだろうか。完璧主義になってないだろうか。そういうところを、 見返しててみるとといいですよと原因が分かっですね。じゃあまあ劣等感というのがこういうふうに出てくるこういうふうに対処していきましょうというのが分かった上でじゃあこれをどうやって自分の中でなくしていくかっていうところなんですけれどもまず劣等感というのは自分が一番最初ね植え付けられた時これ自分何にも悪いことしてないよな っていう,ふうに気づくことだよと無実の罪でこれだけ長いことをね気づかない間苦しめられてるんだということに気がつくことなぜならば周りの未熟な大人が自分の劣等感の憂さ晴らしをしようと思ってたまたま近くにいた立場の弱い私という子供にそれを さっき言ったようないろんな形で出してきた。それで自分がね、あ、こうじゃなきゃ愛されないんだなとかっていうふうに勘違いしてしまったんだっていうことですよね。だから、その人たちのことをね、こう、戦わずにそのことに気がついたら、あ、そっかそっかって、あの人たちがこうやってやっちゃったから私はこうやって傷ついたんだなということが分かったならば、あの人たちのせいだ やるんじゃなくて許しましまょうっていうことなんですね。で、今度は自分が人にやらない。次の子供の世代に、周りの大人に、それを自分よりね、立場の弱い人に出さないようにしようと。これが大事だよっていうことなんですよ。劣等感のドミノ倒しが来てるな。ね、自分のとこまで来てたんだ。自分も今まで倒れてたんだっていうことに気がついたら、ぐっとね、起き上がって、ね、この人たちを、 ね、お前たちダメじゃないかってやるんじゃなくてあ,あいいよいいよってありがとうねって気づけたよっていうふうに、まあ、逆にね許すというかでもっと言うならばこれをやりやすくするならばその子供の時ね大人っていうのはなんかすごくね立派な生き物だと思ってたけどよくよく考えると自分が大人になってみるとね中身大して変わってないんですよね。 僕だって多分小学5年生ぐらいまでは多分精神的にちょっとずつこう上がってきてたかもしれないけどなんかそっからの歩みっていうのは全く成長してないとは言わないけどもう本当にビビたるものだなぐらいしか本当に自分の中で思えないぐらいね、まあ、体だけ大きくなったというね、えー、そうまあ体も実はね身長このぐらい止まったんだけどというね <laughs> すごくどうでもいい話なんですけどあのそういうねところでそう考えるとですよ あの頃の先生もね、コーチも監督も親もおじいちゃんおばあちゃんもね、未熟だったんだな。で、その中でもよく育ててくれたよなとかね、よく野球を教えてくれたよなとかね、そういうふうに感謝できる方向、感謝していくと、まあ、許しやすくなってくるよね。で、自分が今度は人にやらない。なぜなら、そういう 劣等感を与えられるような環境を選んで生まれてきたということは、ここすごい大事なんですけど、自分も同じような立場になったらやる可能性があるからだっていうことなんです。だから修行だっていうんですよ。その場所を選んできたって、これ一番最初の話につながるんですよ。だから自分はね、被害者じゃないよと。加害者になる可能性があるから、そういう劣等感というのを植え付ける。だからどこかでね、この 一つの劣等感ってみんなでこうずっと来てて、誰かがね、そのドミノ倒しをやめるねために来てるんだっていうことだと思うとイメージしやすいかなと思うんですね。で、分かったと、これを、これが引き受けるとね。ね気づいて、で、自分が今度は出さない。っていう、その因果を断ち切るだけでいいんだと。 親の代また親の代ずっと自分の家計はこうやって劣等感をつないできたんだけど俺でやめるね、えー、それでいいんだよとでなおかつこれね自分が気がつくと今自分にその劣等感を与えようとしている人も救うことができるどういうことかというとその獲物にならないぞと決めればいいわけですよねお母さんがお父さんがそういうふうに自分にネチ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 言ってくるでもお父さんやお母さん劣等感があるんだな いうふうに、目で見る。また言えるんだったらね、何をそんなに恐れてるのとかね、何怖がってるの、ね、とか、大人になったらね、いや、お父さんあやって言ったけどさ、親にね、ねお父さんのお父さん、おじいちゃんとかにそうやって言われてきたのとかってね、ちゃんと話すとか、もしできるならですよ。で、できないならさっきと同じで、祈って、差し上げる。うん、っていうようなことでね、えー、そういうふうにする。だからもうそれ以上親や周りの大人を 加害者にしないっていうこともできるようになってくるっていうことですね。で、そうしないとね、ずっと長いことね、やっぱりどこまでも劣等感のある人っていうのは獲物を探してるんだっていうことで、自分はもう獲物じゃないよっていうふうにね、してしまわなきゃいけないんだっていうことですね。で、じゃあこれをね、えー、一体こう、どう消していけばいいんだっていうところ、ね、気がついて人にやらない。まあこれだけでもね、素晴らしいんですけど、 この劣等感を消していく、要は愛の欠乏感をなくしていくっていうところかなというところなんですけど間違えやすいのは優越感ででこここのポコッととととね、ね。傷ついいたところを埋めようということです、ね、だから一生懸命出世したとしても社会的地位が、ねえー、高くなってもいくらお金を持ってもそ,のでそれでね例えば飲み屋に行ってね部下に威張るとかね飲み屋のキャストの方に 威張るとかっていう風なことをしてもなんだかね虚しいよねとかっていうのはその優越感っていうのはかりそめのもので地位やねお金の力で周りの人に勝ってるというねそういう状況を作ってるだけで自分のその、まあ、愛情不足というかね心の隙間みたいなものは埋められないですよというところですね。であの 日本でね、おそらく一番有名なあのセールスマンいらっしゃるじゃないですか。ね、ずっと笑ってるね、あの人、をほほほの人ですね。で、あの人、心の隙間を埋めしますってやりますけど、あれで埋まった人ってほとんどいないですよね。で、あれ、よくよく見てみるとみんなお客さんになる人ね、劣等感持ってる。 で見ることもできるんじゃないかな。まあそういう目でね、一度見ていただけると面白いかなと。まあこれは余談だったんですけどね。<laughs> はい。ね、心の隙間はえ、優越感では埋めれないですよ。っていうこと。だって、愛が足りない。愛されなかったというね、自分の勘、まあ、違いとかそういうところから始まってるんだから、愛でしか埋められないわけですよ。だから、え結局ね、まあ、その自分自身もそこでね、そういうふうに、 受け止めてしまったっていうのもあるし周りの大人もさっき言ったように未熟だったんだというふうにもうそれはもう了解してそういうもんなんだとですねもう諦めてで自分はもうやらないぞってやめる、ね、そういう優越感では消せないということも分かってでそれをやると今度相手に劣等感を与えてしまうことにもなりかねないからもうそれでやめるということが大事っていうことですね。で 何をしなきゃいけないかっていうと、その、認められる努力、愛される努力じゃなくて、認める努力、愛する努力だよっていうふうに了解していくといいかなと思うんですけど、うん、その、こうならなきゃ、認められないっていうのが、劣等感の一番のね、もと、自分の恐れの根本にあるよって話したんですけど、だからこそ、愛されようと思って一生懸命努力するんだけど、そうじゃなくて、愛そうと。 人を認めよう、褒めよう、とかっていうふうに、褒められる努力じゃなくて、褒める努力、愛す努力っていうのをしていくと、褒めてくれる人、愛をいっぱい与えてくれる人って、みんな好きですよね。で、そういう人にはやっぱり人が集まる。で、満たされていく。だから先に自分が出すんだよと、まあよく言われる話ですけど、ここに繋がっていくんだっていうことですよね。で、どうしてもそれができないっていうなら、自分で自分を 認めてあげる。いやいや自分なんか認める場所ない愛せる場所ないって思うんだったら神はねこの世界の創造主はこの命っていうのは本当に不思議なものですからねどれだけ科学者が集まってもゼロから命は生み出せないでその命を与えてもらってるんだっていうことを考えるとこの世界を作ったね何者かが神が私を認めてくれてるんだなと。 私を祝福してくれてるから、私の命を望んでくれてるから、こうして生きていられるんだ。自分がこの世界ですごいと思うものっていっぱいありますよね。それもすべて、創造主が作ったものであって、その自分がすごいなと思うものを、すごいなと思う人を作った創造主が自分を祝福してくれてるんだ。認めてくれてるんだ。っていうことを根拠に、自分ってすごいな。 っていうふうに褒めてあげる、どこまで行ってもまずそれをやるしかないんだっていうことなんですね。で、お互いにね、自分もそうだし、この人もあの人もその人もみんな祝福されて生きてるんだっていうことを考えるとものすごくやりやすくなるよね。で、もしそれができないんだったら、 言葉の力を使いましょうっていうことで、ちょっとね、後で話しますけど、ただね、この、一個ね、まあ僕の経験からね、ちょっとお話しさせていただくと、す、う、べ、ん、ての人が赤ちゃんの時があったんだっていうことを思い出すとね、もっと言うと胎児だった時があったんだとかっていうのを思い出すと、すべての人がね、生まれてきた時に、少なくとも、ね、誰か、周りのね、一人二人には、祝福されて生まれてきたんだ、 っていうことを考えるとね、今は目の前にいてムカつくなんだこの野郎って思うかもしれないけど、そういう時があったんだ。またはお母さんのお腹の中にいてね、この世界に来たら一生懸命何しようかなとかワクワクしてた純粋な頃があったんだっていうことを考えるならば、ね、そういう、なんていうのかムカつくとかっていうのをちょっとこう抑えることができるかな。自分自身に対してもそうですよ。自分だってみんなに祝福されて生まれてきたんだとかっていうところをね、考えると。 そういう風に思えるんじゃないかな。なぜならね、あのね、参道を通ってとかっていうね、一生懸命お母さんも頑張るけど、赤ちゃんも頑張るんですよね。で、その居心地いいところからね、出てくるってすごく勇気がいることで、その勇気を自分も出して出てきたんだぞ。みんな出てきたんだぞ。すごいよね。それだけで思えるんじゃないかな。で、何をそんなバカなことをね、思うかもしれないけど、 本当に自分が愛する場所がないとかって思うならそこまで遡るしかないじゃないですか、ねで。何としてもそれをやっていくしかないんだっていうことなんですよ。自分をどこかで認めなきゃいけないんだっていうことなんですね。で、例えばね、その劣等感っていうものが、まあ、ある程度自分でなくなってきた。で、ぽっかりね、でも穴が開いてる。そこをどうしたらいいんですかっていうと、これはもう言葉でね、言葉の力を借りて埋めていこうねって。 斎藤ひとりさん教えてくださってて、それがね、この、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これをね、何度も何度も言うといいよ、とね、教えてくださってます。まあ、これはね、自分でやってみて、効果があるかないか、ね、自分でやってみればいいかなというところなんですけど、まあ、そういうふうな考えもあるよ、と受け取ってみるとね、いいかなというところです。 そういうことをやっててもなおかつ劣等感が消えないんですずっと不幸せ感が続くんですという場合どんな原因が考えられるかというと多くの場合ねいやちゃんとそれやってないんじゃないとかね言葉使ってないんじゃないって言いがちなんだけどそうじゃないよと斎藤一さんおっしゃるんですねどういうことかっていうと本当の原因は自分に劣等感を与え続けてる人と一緒にずっと一緒にいませんかっていうことなんですよ 与える人、自分をいじめてくるような人に依存していませんかこの人がいなかったら自分は生きていけないのとかっていうふうにしてませんかで、その時に実は劣等感を与え続けてる人って誰ですかっていうと、その相手じゃなくて、自分だっていうことなんですよ。自分がとことん自分をいじめてるんだよと。だって、 自分っていうのはね、本当は何でもできる。完璧なね、存在なのに、この人がいないと私は生きていけないとかっていうふうに、自分をね、100いじめてる人は、相手が、お前このバカ野郎とかってね、90いじめてきても耐えられるんだって。だって自分の方が自分をいじめてるから。からそれがね、自分が自分をいじめてなければ耐えられないから、そんな人とはさっさとね、お別れしてどっかに行っちゃうんだよ。自分を信じてね、っていうことなんですよ。だから、一番の原因は自分にあるかもしれないよと。 だから自分で自分をいじめるのも,もやめなっていうことなんですよ。でそうやっていじめてもね平気でいられるのは自分が今度どこかで誰かに誰かからねエネルギーを奪ったりとかしてるんだよっていうことだからその一瞬の気持ちよさでごまかせるような、えー、そういうことで自分をね慰めて誰かにいじめられてる。でそういう状態を放置してるから。 どんなことやってもね、劣等感埋めるたびからまた与えられるから意味ないよねっていうこと。で、この一瞬の気持ちよさという部分ね、後で所感でお話ししたいなと思います。今の時代特にね、これ気をつけた方がいいよと思った部分があったので。はい。で、要は結局のところね、あの、恐れが劣等感の正体なんだ。愛の欠乏というものが正体だから、愛を自分から出すことが本当に根本の解決になりますよと。 と,いうところなんですよねで、えー、一番最初の話でね江戸川慶喜さんの霊的な向上とか冷静のね、えー、向上まあ霊的成長とかの部分でね、えー、霊的中枢っていうのが人間にあってねっていう話になるんですけど最終的にね、えー、ある程度ねこの地球での学びっていうのが、えー、愛するっていうところね狂線ここのね愛というものが、まあ、クリアできたらある程度までいけるよとかっていうね話 まあそういう可能性があるという話が出てくるんですけどだから最終的にはこの愛という部分をね磨いていけばいいんだよねっていうところですよね理論が分かってても分かんなくてもっていう部分にはなってくると思いますでそのね自分をどこまで言っても尊重できないんだったらさっきと一緒でね言葉をまずね使うといいよと斎藤一とさん教えてくださってるのが自分をね尊敬して自分を尊重してますとかっていうねそういう自分を認められる言葉をとにかく言うで自分を尊重して 相手も尊重してるんだとかっていうふうにね、とにかく言葉を何度も言ってみるといいよそれでね、心が変わってくることがあるよっていうことなんですよ。で、えー、その恐れっていうものはね、どん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 癖みたいなものでね、再現なく出てきますから。で、出てくるだったら、その出てくるたびに電気をつけなっていうんですね。消極的な感情、不安とかが、恐れが出てくるなら、そのたびにそれを明るい、 気持ちで消していくしかないですね。闇夜が怖いって言ったって電気ポチッとつけたら消えちゃうよって。だから絶対に明るい光の方がポジティブな方が勝つんだからめげずに何度出てきたって電気つけ直しなっていうそれができるのが簡単にできるのが言葉だよっていうことなんですよね。はい。でまあこれもねあの神との対話シリーズでお話したんですけど結局ね 私たちは、うん、言葉、ね、と心とね、そういうものでこの現実を作っていくんだっていうことなんですけど、心っていうのはなかなか変えられない。だから先にね、言葉とか行動とか変えれるとこから変えていくと、そっちにもね、影響を与えることができるよとかっていうね、お話も以前させていただいたんですけど、まあそういうのとね、非常にこう密接に関わってくるんじゃないかなというところですよね。はい。で、 これがねものすごくあの大事なところでめちゃくちゃ簡単に自分をね恐れじゃなくて愛の方向に戻す方法があるよと教えてくださってるんですそれが何かというと死という贈り物プレゼントを正しく人生に使っていくことだよと正しく恐れが出てくるたびに認識することだよっていうことなんですねで 死というのは多くの場合ね、恐れの対象になりますよね。だけど、本当はね、一番最初言ったように何度も何度も生まれ変わってくる。だから、別に恐れるべきものではないんだと。だからといってね、無謀なことをして命を粗末にしなさいっていう話ではない。それは死を恐れてないっていうこととは違うよ。ただの無謀なね、命を無駄にしてるっていうだけ。で、そうじゃなくてね、それはもう目をそらしてるだけ。 でそうじゃなくて死を正しく認識するっていうのは次の生への入り口なんだと見る。でだからこそこの人生っていうのは1回だけこの大器という肉体を持ってねやれるのは1回だけ。で死というものは全ての人に同じようにね制限をもたらすみんなに1回ずつの人生をもたらすものがこの死この肉体のね で、そう思った時に必ず自分は今関係のある人、出来事とお別れしなければいけない日が来るんだって思った時に例えば分かりやすい例でいくとすごいね、喧嘩してね、言いたくもないようなことついつい言っちゃってその後ね、ずっと人生が続くと思ってるけどいつ誰にこの死というね、次の生への ステップがやってくるかっていうのは分からないんですよね。病になるのか、事故になるのか、あるいは寿命。まあ、すべては寿命だと思うんですけどね。えー、ほ、ほとんどの場合ね。えで、えー、そういうところで、いつお別れが来るか分からない。で、その時に後悔しても遅いんだよ。っていう、ちょっとね、よく聞く話かもしれないけど、そういうふうにしよう。このバカ野郎って言いそうになった時に、待てよと。 この瞬間でこの人との関係が終わったらどうしよう。どれだけ後悔しても悔やんでも悔やみきれないぞと。そういうふうに自分のね、感情を恐れ、劣等感から誰かをね、責めたりする方から愛の道に戻すためのプレゼントが 死という制限なんだっていうふうに教えてくださるんです。これはすごく日常生活で応用していきやすいと思います。ついついね、あると思うんですよ。衝動的にカッとなるとかね。その時にそれを思う。死というものを正しく認識していく。そうすると、だからといって伝えなきゃいけないことを伝えるなとかじゃないんだけど、伝え方が変わるよねって。愛のある伝え方。 その後何があっても後悔のない伝え方をしようと思ったら愛のある伝え方をしせざるを得なくなるんですよね。そういうことをだんだんやってるともうその人には劣等感ないですよ。どん,どん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 ね、相手に愛を出していこうっていう人には劣等感ないです。だから僕も今明日、 もし僕に何かあってもね、悔いがないように一生懸命ちょっとね、愛のある伝え方をしようと一生懸命やってるんですけど、ごめんなさい。何か劣等感を皆さん僕に感じられたらね、本当にすみませんなんですけど、なんか、あいつなんか偉そうなこと言ってるなとかって思われたらね、本当にすみませんというところでね、これが今の僕の精一杯というところで、はい。というわけでね、最後、食感なんですけど、で、今の時代にね、これを考えるならば、さっき言ったんですけど、特にね、この一瞬の気持ちよさに逃げないように気をつけなきゃいけないっていうのが、 うん特にその著名な人の凋落とかそういうニュースゴシップを見るとある程度のうさばらしになったりするという感覚を持つことがあると思うんですよ。これは昔だとねメディアうんニュースとか、まあ、ゴシップワイドショーみたいなものが担当してたと思うんですが今はそれにね SNS とか、まあ、ネットのニュースとかっていうのもあってきて些細なこととかもね結構目につくようになってきてると思うんですよ。だからね数が圧倒的に多い。 触れる機会が多い。だからこそ、癖になりやすいと、ん度もう畜生なんかもむしゃくしゃするなって言ったときに、自分よりちょっとうまくいってるよねとかっていう人の、そういう少しね、その立場が危うくなるようなニュースとか、そういうものを見たときに、ちょっとワクワクするというかね、それは明らかにちょっと健全な感情ではないというところを了解しておかないと、なかなか気づけない。 部分もあると思うので、でそれが癖になってね、それがうさばらしになって、本当の自分の劣等感というものを、自分が自分をいじめてるとかっていうのに気づかないようになってれば、こっちでうさばらしするから、自分で自分をいじめてね。で、例えば、パートナーとかにそれだけ依存してて、いじめられてても、別にそれで耐えていけるとかってね、私はここでストレス解消してるかこれはちょっと違うよねというふうに、 っっていいいいたた方がいいんじじゃないかなかと個人的にはね感じましたでさらにね特にこの今ね、えー、最適解とか効率化っていうものをすごく求めやすい、えー、時代なんだけどそれはなぜなら求めると手に入るというふうに、えー、思われるような環境がネットとかによってあるからなんですよねいろんな情報がまとまってたりね、えー、すごく簡単に手に入るからなんだけどそれはどこまで行ってもね それで良かった人にとっての最適解であって自分に必ずしも合うとは限らないんですよね。だけど多くの人に当てはまってるからこうだよって出されたもので自分がやってみてもなかなかうまくいかないよねとかっていうことがもし起きた場合にみんなはこれでうまくいってるのになんで自分はうまくいかないんだろうとかね。自分はなんでいつもこんな非効率になっちゃうんだろうとか。それで自分で自分をね、ダメ出ししちゃう。 でそれによって自分で劣等感を持ってしまうとかっていうことにすらえつながりかねないかなと思うんですよ。でそれからやっぱりね今その AI とかいろんな技術が発達してきて自分がこう興味がある動画がポンってね YouTube で出てきたりとかねニュースがポンって出てきたり広告が出てきたりしてその中にはいまだにやっぱりね恐怖を煽ってね何かを うん、まあ商品をね買ってもらおうとかそういう広告とかねそういうものも少なくないと思うんですよ。でその時にその恐怖に反応して見てでなおかつ自分と全く関係のないね人が言ってることで自分がダメ出しされたような気がしてとかねそうやって劣等感を受ける、うん、材料っていうのがちょっと増えてるんじゃないかな機会が増えてるんじゃないかなと思うのでこの辺に 気をつけてというか、そういうことがあるんだなというふうに了解して、うまくね、活用していかないと、やっぱりね、なかなか抜け出しづらいんじゃないかなというふうにも感じましたというお話でした。えー、ちょっとね、長くなってしまったんですけれども、今、僕が話せる範囲では、一応ね、 えー、なんていうのかな劣等感についてねちょっとわかりやすくお話できたかなとは、えー、思いますのでまたね、えー、これであとは皆さんがね、えー、ちょっとどう感じるかとかっていうのはわからないんですけどぜひね何か一つでも実生活にね役立ってていただけることがあればすごく嬉しいですというお話でした。えー 何かね、またあのチャンネル登録とかね高評価コメントなんかいただけるとねえ僕の劣等感がちょっと癒されますのですごく嬉しいですというねすいませんはい、えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます自分の主人は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください皆さんが健康で幸せでありますように今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ今日もありがとうございました